飯塚市の山あいの地域で米作りや食べ物の大切さを知ってもらおうと、地元の子どもたちが参加して田植えの体験が行われました。田植えの体験は飯塚市の山あいにある焼山小学校が毎年この時期に行っていて、全校児童10人と保護者が参加しました。学校が借りている近くの田んぼでは、子どもたちが地域のお年寄りから田植えのポイントなどを教わった後、水が張られた田んぼの中に入り、開始の合図に合わせて田植えを始めました。そして苗の束から5本ほど取り分けては、目印に合わせて土の中に押し込むようにして次々に植え付けていきました。中には泥に足を取られて尻餅をついてしまう子どももいましたが、全員が最後まで田植えを楽しんでいました。5年生の女の子は、1年からやってるんですけど、すごい上達していくのがとても楽しいです。また尻餅をついた小学2年生の女の子は、楽しかったけど泥だけ気になった。道汚れて楽しかった。楽しかった。植えるところ、子どもたちが植えた苗は今年9月に子どもたちが鎌を使って収穫する予定だということです。